この選手はカナダのマリー・フージー選手です。さあカナダというと新体操は結構盛んなんですよね。ロリー・ファン選手がいますから ね、 その後継者として今カナダの第一人者と言われておりますマリー・フージー選手です。まだ13歳ですから、はい、この人はあのブタペストといいますかハンガリーですか、ブタペストの出身でしてね。四大陸の大会で、石井香織と一緒に優勝してるんですよね。あ、そうですよね、はいはい、もう手足が長くて本当に能力はありますしね、はい、もう技も何なくこなしますし、本当にもうこれからロリーファン選手に次ぐまた素晴らしい選手が出てくるわけですよね。1メートル63、43キロ、日本のその石見香織選手とこうどっちかなっていうような同じようなね体型ですね。非常によく似てますね、はい、年もほとんど同じですからこれはいいライバルですね。そうですね。大柄ですからこの決まった時はなかなか映えます ね、 そうですね。頑張りました。落ち着いた演技でした。カナダのマリー・フージー選手でした。